皆さんこんにちは。今日はスクラッチでスゴロクの続きをやっていきたいと思います。今日は、プレイヤーが2人ペンギンと猫を入れれるようにしていきたいと思います。まずはごめんなさい。で、今日のポイントはリストの回し方になってます。で、完成形なんですけど、初期化してサイコロ振ったらまずペンギンが6だねと言って進むと。で、次にサイコロ振ったら猫が2だねと言って進むと。で、こういうふうに順番こに進んでいくっていうふうになってます。では実際に作っていきましょう。まず変数の進み方なんですけど、これがちゃんとこのスプライトのみになってるかを確認してもらいたいです。で、これの確認方法なんですけど、今進み方って出てます。ただサイコロに変更すると出ませんと。この出ないのが正しくて、出ないときはちゃんとこのスプライトのみになってるというふうになります。もしここで出ちゃう人は1回変数消して、もう1回変数作るで、このスプライトのみにやってやり直してほしいなと思ってます。はい、すいません。で、次に、実際にプログラミングをしていきます。で、この関数たちは今回いじらないのでちょっとよかして、でコスチュームでプレイヤーを増やしていきます。ここをプレイヤーに名前書いておきますね。プレイヤーで使わない方のコスチューム消して、動物のペンギンを追加します。はい。で、名前をペンギンと、で猫の方は猫と、はい。で、次に完成形は実はクローンを使ってます。なんでクローンを実際に使っていきたいと思います。まず初期化で隠すして、でクローンされた時に表示。まあ、ここまではクローン使う時のよく使う技ですね。で、クローンをする時に、そのプレイヤーのリストを作っていきたいと思います。リストを作るで、プレイヤーと。で、ここに、猫とかペンギンっていうのを入れていきます。なんでクローンされた時にコスチュームの名前を入れます。で、初期化された時は2人分、ペンギンと猫の分だけ繰り返します。で、次のコスチュームにしてクローンを作ると。クローンを作る。クローン作って次のコスチュームにするっていうのをやるって、で、クローンされた時は表示してそこに追加するっていうふうにやると、こうやると猫とペンギンが入ります。で、このリストをうまく使いながら順番を切り替えていきます。なんで順番変数をここで作ります。はい。で、制御。もし自分の順番なら、つまりコスチュームの名前が違うな。順番が自分の名前であれば、振った時にそれに対応する動作をしていくというふうにします。振った時にそれに対応する動作をしていく。はい。で、基本的にはこれでこっち側は終わりかな。で、あとはサイコロの方でこのリストから1人選んで順番にこの順番を設定してっていう風のをやっていきます。で、その処理を分かりやすくするために関数ブロックにします。次の順番にすると。で、これでぐるぐる回していきます。で、このリストをぐるぐる回したいので、ぐるぐる回すための変数を作ります。番号を作って、変数を作ったら初期化。複製して、番号を0にして、で、変数、番号を1個増やして、もし2より大きくなったら1に戻すと。もし2より大きくなったら番号を1に戻す。もし2より大きくなったら、2よりっていうのはプレイヤーのリストの長さですね。プレイヤーのリストの長さより番号が大きくなったら1に戻すと。で、これをやると、ここのね、番号っていうのが1とかに変わっていきますよと。で、これもう一回初期化すると、猫ペンギン、猫ペンギンってなるんですけど、で、これ次の順番にするってやると、1から4までを順繰りします。で、この猫ペンギン、猫ペンギンっていうのが嫌だなっていう人は、ここで最初にプレイヤーの全てを削除するっていうのをやっておいてください。そうすると、猫とペンギンだけになります。で、まあ、これで番号が順繰り順繰りするようになったんで、あとは順番のところに、プレイヤーの番号番目を入れてあげれば、猫ペンギン、猫ペンギンっていう風にこの順番のところが切り替わります。なんでサイコロ振って、猫が猫の順番なんで動くと、ペンギンがおっと動かない、困った、順番が切り替わってないのはなんでかっていうと、この次の順番にするっていう関数を使ってないので、はい、サイコロ振るときにこの次の順番にするっていうのをちゃんと入れてください。なんで猫で、もう一回振ったらペンギンに変わって、ペンギンがこう動くと。で、もう一回振ったら次は猫が動いて、で、ペンギンが動いてっていう風に、すごろくっぽくなります。で、あとは変数のこう見えなくていいのをちゃんと消して、ね、猫動いて、で、ペンギン動いて、ゴールという風になってます。今日の授業はここまでにしたいと思います。次回は、すごろくといえば2マス進むとか、ここからここまで進むみたいなマス目の効果があると思うんですけど、それをコーディングしていきたいと思います。これからも小学生の先生のためにスクラッチの授業動画を上げていくので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。